JR 西日本207系電車の快速表示の霊快速列車は、鉄道において一般に急行料金などの追加料金は要しないが、途中駅の一部、または全部を通過し、主要駅のみに停車することで、目的地駅への速達サービスを提供する列車である。なお、日本国有鉄道 JR の旅客営業規則における用語では、快速列車は、 抗議の普通列車に含まれる。ここでは特に断りがない限り、日本における快速列車を主題として解説している。また、通勤快速など、快速の名がつく派生種別についても扱う。JR グループの旅客営業規則においては、普通列車の一種であり、急行料金が必要となる、急行列車に対して、料金不要で乗車できる種別である、快速列車であっても、 各駅に停車する区間においては、普通と案内される場合がある。例えば、京阪新地区の東海道、山陽本線や、上磐線中距離列車の快速は、快速運転区間においては、快速、各駅停車となる区間は、普通として案内されている。これらの快速は市販の時刻表では、快速の表記がなく、普通列車の扱いである。変わった例として、湘南新宿ラインでは、 横須賀線系統の列車が停車する西大井駅、新川崎駅、保土ヶ谷駅、東戸塚駅を東海道本線系統の列車が通過するため、後者は東海道本線の普通列車に相当する停車駅ながら快速として運転される。このような列車は比較的長い距離を運転するものが多いものの、末退区間では各駅停車となる場合も多い。ただ、 直通列車や速達列車の存在自体が重宝される場合もある。例えば、兵庫県愛宵市や阿こ市は、京阪神まで新快速一本で行けることをアピールして観光や定住促進活動を行ってきたが、2016年3月26日のダイヤ改正で日中の新快速の乗り入れがなくなり、区間運転の普通列車に代替された。 これらの沿線では通過運転は行っていないので、減便となったわけではないが、沿線自治体から懸念されるほどの事態となった。また、速達列車が昼間のみの運転であっても、その列車が存在することで不動産広告などに所要時間を掲載できるといったメリットもある。特急列車や急行列車とは異なり、使用する車種は基本的に定められていないが、 通常は普通列車用車両が使用される。ただし、運用上の兼ね合いで特急軽車両が使用される場合もあり、この例として過去に JR 北海道のエアポートで行われていた運用が挙げられる。1992年7月から2016年3月までエアポートの一部列車は札幌駅旭川駅間の特急列車が札幌駅で快速エアポートに 種別変更し、直通運転する形で運行されていた。JR 東日本では、ホリデー快速に代表される、首都圏の臨時快速列車の一部に、特急系車両を使用している。また、格下げの形で、特急系車両をそのまま充当する列車も存在した。例えば JR 東日本では、特急、北越廃止後に新設され、2017年3月4日、 ダイヤ改正まで運行していた新潟駅、糸井川駅間の快速列車には485系が使用されていた。2015年3月14日のダイヤ改正までは、アイズライナーや首キ屋にも485系が使用されていたが、列車廃止に伴い重当を終了した。過去には急行系車両を使用した列車も存在しており、前運用は元より、格下げの形としては、 京阪新地区の新快速や中京地区の快速に153系が使用されていたほか、快速、三重にはキハ58系、キハ65型が使用され、ムーンライト越後には165系が使用されていた。一部の車両、または全車を指定席車とし、乗車券の他に指定席券を必要とする列車や、クリーン車を連結する列車もある。列車相性がある、快速列車の例。 マリンライナー JR 北海道の快速列車は、ほとんどに列車愛称が付与されているが、それ以外の地域では列車愛称がないケースが大半である。しかし、トットリライナー、アクティーシーサイドライナー、夜行列車のムーンライトなどのように愛称付きの快速が運転されているケースもある。エアポート、マリンライナー、浜ユリ、三重、セントラルライナー、ホームライナーなど、 指定席を設定している列車は、指定席派遣システムの管理に際しては、列車番号ではなく、列車相性によって、列車を特定する。このため、同名の列車が2本以上運行される場合、号数が付与されている。全車自由席の快速列車において相性が付与される、列車は以下のものが挙げられる。北海道旅客鉄道特別快速、北、三、名寄、花咲。 のサップなど、大半の快速に愛称が付与されている。このほかかつては、アイリス、アバシリ、ルモイなど、多くの愛称付き快速列車が存在した。東日本旅客鉄道 JR 発足間もない頃に、新設された快速列車には、列車愛称を付与していたが、2000年代以降、列車愛称の整理を実施しており、海風、千山、バンダイ、マリンドリームなどの愛称が廃止。 削減されている。東北地方の快速列車にこの傾向が強いが、すべての愛称が廃止されたわけではなく、仙台式ラビットのように愛称が付与された快速列車も存在する。首都圏では上野東京ライン経由の快速列車は、快速運転区間において、アクティー、アーバン、ラビットといった愛称が付与されるが、通勤快速や湘南新宿ライン経由の快速、特別快速には、 愛称が付与されないなど、列車愛称付きの列車と、愛称なしの列車が混在している例がある。横須賀線、総武快速線においては、成田空港駅発着の快速列車に、エアポート成田という愛称を付与していたが、2002年12月のダイヤ改正で、成田空港駅発の列車は、愛称が廃止され、成田空港業の列車にのみ、エアポート成田の愛称が付与されていた。 同じ区間を走る列車でも、上下列車で相性の有無が異なる状態となっていたが、2018年3月のダイヤ改正で、成田空港業の列車も相性が廃止され、上下ともに無相性の快速となって、他の横須賀線、総武線快速電車と同じ扱いとなった。2013年3月16日のダイヤ改正前においては、 京葉線の快速は方面によって停車駅が異なっていたことから、蘇我方面の快速列車を京葉快速、武蔵野線直通の快速列車を武蔵野快速として案内していた。ただし、京葉線、武蔵野線系統とも正式な種別は快速であることから京葉快速及び武蔵野快速はあくまでも愛称としての位置づけであった。 東海旅客鉄道自由席のみで蘇生される快速列車には列車愛称は基本的に付与されないが例外的に飯田線と JR 東日本中央本線、篠ノ井線を直通する快速列車にはミスズという愛称が付与されている飯田線内では快速運転を行うが飯田発長野行の列車は岡谷駅で種別を変更し中央本線、篠ノ井線内では普通 ミスズとして運行される。西日本旅客鉄道中国地方の快速列車は、ライナーという愛称が付与される。津山線で運行している、快速列車、ことぶきは、運行開始当初は、指定席が設定されていたため、列車愛称が付与されたものである。四国旅客鉄道予算線高松駅、境出駅間を快速運転を行い、境出駅園で、 各駅に停車する列車には、三方との相性が付与されている。九州旅客鉄道鹿児島本線荒尾駅北で運行している快速列車や、福北豊川線の快速列車のように、列車相性が付けられないケースがある一方で、地方で運行している快速列車には、名の花や、シーサイドライナー、日南マリン号のように相性が付与されている。この他にも必殺オレンジ鉄道から、 直通運転を行っている快速列車にはスーパーオレンジ、オーシャンライナー薩摩の愛称が付与されている。電車特定区間を中心に通過駅を伴う電車により運転されている列車を快速電車と呼ぶ。これは主に各駅停車に対する速達の意味合いであるものの中距離列車と並走する場合にそごをきたすことがある。上記にある常磐線や JR 京都線、 神戸線の普通列車が電車特定区間内において快速と案内されるのは別に運行される各駅停車との区別やすでにある県外を結ぶ中距離列車である普通列車との停車駅の統一によるものである。常磐線では通勤後方面作戦による増強計画で複々線計画から外れた三河島駅、南千住駅や大幅に遅れた天皇台駅には 快速電車が停車していたものの、普通列車は通過していた。2004年3月13日の改正で停車駅が統一され、そして10月16日の改正で案内が快速に統一された。もともとは中央線において速達種別として、急行電車が運転されるようになったが、有料の急行列車が運転されるようになると、紛らわしさから快速電車に解消されたという経緯がある。 中央線でも、快速電車よりも普通列車の方が、停車駅が少なかったことがある。通過駅を持たせたまま、あるいは特別通過する形態で、普通扱いにする列車もある。また旧国鉄時代には、地方の路線において、朝晩の時間帯に乗降客の少ない駅やホームの短い駅を通過する設定があったが、快速とはせず、単に普通列車として扱われていた。 高山本線では2017年時点でも、高山駅岐阜駅間を運行する始発及び、最終列車は、普通であるが、下路駅岐阜駅間は各駅に停車し、高山駅下路駅間は、久ぐ野駅、日高小坂駅、日田萩原駅のみに停車する。普通列車通過駅も、参照逆に、全運転区間で、通過駅が一駅しかないにもかかわらず、快速を名乗る場合もある。 例えば、2013年3月16日改正時点では、山陰本線、舞鶴線、万丹線といった北近畿地区を運行する一部の快速などにこの事象が見られる。また、中央線快速の武蔵小金井駅、立川駅、豊田駅、高尾駅、大月駅間のみを運転する快速電車に至っては、通過駅が一駅も存在しない。 京王の快速列車専用の車両で運行していた東武伊勢崎線の快速列車施設第三セクター鉄道においても快速という列車種別が設定されている鉄道会社があり JR グループと異なり特急や急行、準急等と共に優等列車として扱われることもあるが料金不要列車も優等列車の範疇に含めるかどうかは事業者によって相違しており国鉄 JR と同様に、優等列車として扱わない、鉄道会社もある。例として、東武鉄道伊勢崎、日光線において2017年4月まで運行していた、快速、区間快速は、当該列車で運用することを目的とした、セミクロスシート車両である6050系で運行していたが、同社では、料金不要列車には、速達種別であっても優等列車という表現を、用いず。 一般列車と表現している。京王電鉄においても、各駅停車を除く列車は、有等列車ではなく、急行系列車と表現している。有等列車施鉄及び、急行列車料金不要の、急行も、参照準急急行などの列車種別との上下関係は、鉄道会社によって異なり、下表のように3パターンに分けられる。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス。 東京地下鉄東西線など、優等列車として、快速及び、通勤快速などの快速の派生種別のみ、設定されている路線も存在する。快速の種別を設定している施設は、東日本の事業者が多く、関東地区の大手施設では小田急電鉄以外の各社で設定されたことがある。その一方、西日本の事業者での設定は少なく、 大手私鉄では阪急電鉄のみに止まっている。使用する車両は特急列車や一部の急行列車とは異なり、専属で使用する車種が定められていないことがほとんどであり、基本的に一般車両が使用される。例外的に専用の車両を使用する事例として、東武鉄道では伊勢崎、日光線では6050系を使用することは前期した。過去には、 全新車種である6000系や特急から格下げされた5700系が使用されていた。鹿島臨海鉄道ではかつて運行していたマリンライナーハマナスは専用車両として7000系が使用されていた。この他に北近畿単語鉄道宮津線では2007年3月17日まで特急用車両を使用しているというだけの理由で宮津駅西舞鶴駅間の22時台に通過駅のない 各駅停車の快速を設定していたことがあった。一部の私鉄で運行している快速列車には、運賃の他に料金を徴収するものもあり、2016年時点では、愛の風と山鉄道及び IR 石川鉄道が運行している愛の風ライナーは、運賃の他にライナー券300円を必要とする。過去の例では、品野鉄道の品野サンライズ、 シナノサンセットと鹿島マ海鉄道が運行していたマリンライナーハマナスは運賃の他に乗車整理券200円が必要であった。この他に東武鉄道と伊豆箱根鉄道では一部座席指定の快速列車を運行していた。かつては京成電鉄や臨時列車でのみの運転ではあったが京阪電気鉄道と近畿日本鉄道でも急行よりも 上位種別である快速が設定されていた。また、西部新宿線では、1993年12月6日のダイヤ改正から2001年12月のダイヤ改正まで、急行よりも上位種別の快速が存在していたが、これは、平日朝ラッシュ時に本川越え発の急行と地鳥停車を行っていた、灰島、西部遊園地発で、上尺寺通過の 急行を置き換えたものである。JR 以外で、快速列車を運行する事業者、路線を下表に示す。通勤快速など、快速の派生種別を運行する事業者、路線については派生種別の項を参照。各駅に停車する線区は、いずれも通過する線区と直通運転を行う。いくつかの路線で、特別快速、準快速といった、快速列車の派生種別が存在する。 各線区における列車の位置づけは一覧の詳細ページの項を参照。なお、かつて近鉄で運転されていた区間快速は正式には区間快速急行という快速急行の派生種別であるためここには記載しない JR における快速列車の派生種別を可表に示す。特筆すべきは JR 西日本系阪神地区では 運行線区に応じた相性が与えられているものがある。基本的には通常の快速と同じ位置づけの種別であるが、例えば宮古寺快速は同じ線区で運行する快速よりも停車駅を少なくしている。その他の列車も停車駅は通常の快速と同じではあるものの JR 発足後に新規製造した車両のみを使用し高速度運転するダイヤを組んでおり、通常の快速よりも 到達時間を短くしているものが多い。また、休日にのみに運転されるものの中には、ホリデー快速の名称を与えるものもある。しかし、運行路線が多く、いわゆる、休日運行の快速列車格であった、ホリデー快速、奥田、真、ま、秋川のような列車から、ホリデー快速富士山のように、臨時列車の扱いで運行されるものもある。JR 以外の事業者における、 快速列車の派生種別を可表に示す。罰表記は廃止された事業者、路線を示す、いくつかの事業者において、快速特急や快速急行など、特急や急行の頭に快速をつける列車種別が運転されている。それらは、特急や急行より停車駅が少ない列車となっている。詳細は、各項目を参照されたい。かつて小田急電鉄では、 快速準急が設定されていた。日中の準急を速達化したもので、準急と急行の間の位置づけだった。この種別は1971年、急行に統合される形で廃止された。快速の英訳には、ラピッドが当てられ、東日本旅客鉄道の快速列車では、ラピッドサービス、トレーンと表記される。ただし英語圏では、ラピッドは、快速という意味ではなく、 迅速なという形容詞である。停車駅が少ないことも含意するとは限らない。また、ロマンス語圏においては、特急列車の種別名に、ラピッドや、それと同じ語源の言葉を用いることがあった。ドイツ語圏では、昔のイルズグが日本の快速列車に近い。派生種別については、区間快速は、セクションラピッド特別快速は、スペシャルラピッドとするのが一般である。 ただしこれも事業者によって異なり、JR 東海の東海道本線や、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスでは、区間快速の英語表記が、セミラピットとなっている。これは、九州旅客鉄道の鹿児島本線で運行されている、巡回速と同じである。また、JR 西日本では新快速を、スペシャルラピッドサービス、区間快速を、 リージョナルラピッドサービスとし、JR 東海では新快速をニューラピットとしている。これは東海道線に特海が存在するためである。東洋高速鉄道の東洋快速は東洋ラピッド東京モノレールの空港快速、区間快速はそれぞれ羽田エクスプレス、ラピットとなっている。北越急行の超快速は超ラピットとなっている。 日本国外の鉄道においては、日本の列車種別を明確に当てはめることは難しいが、日本以外ではおおむね以下のように考えることができる。ありがとうございます。